ストーリーズ第16話、私が周りの方々に支えられた話。私は2015年の2月に妻に先立たれました。私たち夫婦には子供がいなかったので二人暮らしでした。子供がいなかったので育児の件で妻と意見対立することもなく、それなりに仲良く暮らしていたと思います。私はそんな生活がずっと続くと思っていました。テレビのコマーシャルで老夫婦が手をつないでスキップしながら散歩している姿に憧れを抱きました。この話は本ブログの掲げる内容とは対極的な話になってしまうと思います。この手の話が苦手な方や今なお心の傷が癒えていない方には辛すぎる内容になるかもしれませんので、離脱していただいて構いません。ただ私があえてこのことを書きたいと思ったのは、まだまだ問題を抱えていて解決の糸口も見出せていない方、心の扉を閉めたくなっている方に私の心の声が届いてくれればいいなと思いました。私の経験はあまり人の参考にはならないことが多々ありますが、気晴らし程度に聞いていただければ幸いです。皆様はストレス指数ランキングというものをご存知でしょうか？いろんなものにランキングがありますよね。頻繁にお目にかかるのは人気商品ランキングですかね。ストレス指数ランキングというものがあります。これはストレスの度合いを測る方法で、一般的な人々のライフサイクルを中心に過去10年間にわたる生活上の主な出来事を調査して、個人が感じるストレスの程度を結婚の50を基準として0から100点の間でそれぞれのストレッサーの強度を自己評点しています。対象者における項目ごとの平均点を求め、ライフイベント特典として発表した内容が以下になります。1、配偶者夫、妻や恋人の死。2、親族の死。3、親しい友人の死。4、家族の病気、怪我。5、離婚。6、配偶者、恋人、子供の暴力。7、自分の病気や怪我。8、多忙による心身の過労。9、失業、リストラ。10、配偶者や恋人の浮気。11、恋人との別れ。12、勤務している会社の倒産。13、配偶者夫、妻との別居。14、収入の減少。15、職場の人間関係のトラブル、上司、同僚、部下、顧客など。16、夫婦や恋人との喧嘩の増加。17、150万円以上の借金、住宅ローンの続。18、ご近所とのトラブル。19、親戚とのトラブル。20、睡眠習慣の変化、不眠、過眠、不規則だそうです。皆様も心当たりのある方もおられるのではと思います。私の場合は、このランキングのトップになっている配偶者の死になります。私の場合は、周りに経験者の方がいたので、事前に話を聞き、心の準備に役立てたかったです。私の場合に役に立った方法としては、アドバイスに従い、とにかく仕事を詰め込みました。妻の葬式の前の日も、後の日も、仕事仲間からは、もっと奥さんのそばにいてやらなくてもいいのか、と言われましたが、そうでもしないと気がおかしくなりそうだったです。仕事をしている時だけ、仕事に集中している時だけ、私の心が安心していました。落ち込まなくて済みました。しかし、問題は仕事が終わってからになります。仕事が終わって、帰宅して、私だけの家に戻って、ぼーっとして、何もする気になれなくて、食事すらする気になりませんでした。今は、おかげさまでお得サイズに増量しています。妻の物を処分するときに、かなり困りました。特に、妻の衣類はかなりありましたので、私が衣類触ると、妻の気持ちが強烈に流れ込んできます。動きが取れなくなります。仕方なく、
私の母親に来てもらって処分してもらいました。部屋の後片付けができなくなりました。どうしてもする気になれません。これは今でも続いています。今までの妻と付き合い出した時の楽しい思い出が妻の死によって悲しい思い出になってしまうことを初めて知りました。だから妻のことは思い出さないようにしていました。それと私が気をつけていたことになりますが、妻の夢をいつ見れるようになれるかでした。いつまでも個人のことを思って悲しんでいると、その個人はあの世に行けなくなると聞いたことがありました。その目安として夢を見るかどうかです。執着が強いほど夢には出れなくなるらしいです。ですので私の場合は3ヶ月後に見られたので良かったと思いました。前回の話で女神様のお父さんに会った話を書かせていただきましたが、このお父さんが私に神通力を使っていただいてすごかったです。仕事の関係で B 神社お父さんの神社の交差点で信号待ちをしていた時の話になります。ぼっとお社の方を見ていたら、お社から何やら丸いものがぐるぐると回転しながら私の方に飛んできました。シュルシュルと音を立てて、そして消えました。一体今の何だったのかと思いながら、信号機が青になったので発進しました。しかしどうしても妻のことが頭をよぎってしまい、その都度落ち込んでしまいます。しかしその時からどうしてかなぜか全くわからないのですが、落ち込もうとして前かがみの姿勢になろうとすると何かに肩を後ろに引っ張られる感じで落ち込めません。どうしてか私は落ち込めなくなってしまいました。どうしてこんなことになってしまったんだろうと考えましたが、どう考えてもお父さん神社から飛んできた輪っかとしか思えませんでした。ちょうどこんな感じの輪っかが私の後ろについている感じがして、私が落ち込んで前かがみになると、この輪っかが私の肩を後ろに引っ張り出すので全く落ち込めません。おかげさまで私はつくづく周りの方々に恵まれていることを実感しています。本当に周りの方々には感謝の気持ちでいっぱいです。その上神仏にも気に入っていただいているみたいですし、私の手相に神秘十字線が40になっていますが、それが関係あるのかもしれないと思いました。これは私の経験から話をさせていただきますが、私は人とは一体どこまで落ち込めるものなのか試したことがありました。その結果は人の落ち込むところにそこはなかったということでした。人は意固地になってもどうでもいいと思うと、本当にどうでもいいと思えるほど辛い出来事が雪崩のごとく訪れます。そしてその途中にどこか線が引いてある感じなのですが、その線を越えた段階でもうこの世に戻ってこられなくなる感じがしました。自ら命を絶って楽になろうと思って、そうしても決して楽に放っていません。それどころか一番苦しい状態で時が止まりますので最悪です。自殺なんかするものではありません。だから霊たちは救いを求めてさまようと思います。私はその一歩手前まで行きました。突然真っ白い光でできたお地蔵様が現れて、私に一言諦めるなと言われました。その瞬間我に返りました。本当に命拾いしました。あの時のお地蔵様に感謝です。今は私の心の中にいて、私が変な気を起こさないように監視されているみたいです。それとこれだけ書かせてください。人とは大きく飛躍するときはその前に人生を投げ出したいくらいのことが起きるそうです。ですので今が辛すぎると思われている方々は
これから必ずチャンスが訪れます。必ずです。姿は見えないと思いますが、あなたのことを本当に幸せになって欲しいと願っている神がいます。